宇藤俊平は、日本の水泳選手。1936年ベルリンオリンピック400メートル、自由型銀メダリスト、1500メートル、自由型銅メダリスト。1936年ベルリンオリンピック400メートル、自由型で銀メダル、1500メートル自由型で銅メダルを獲得している。立教大学出身。1936年、1500メートル、 自由型メダリストのジャック・メディカ、寺田のボルト・静岡県小笠軍佐多場、村出身。競泳は、旧正掛川中学校に入ってから始めた。中学在籍時の1934年、当時喧嘩に知られた、名門中脳の強豪選手を破り、一躍注目を浴びる。すぐに入学して、 ベルリンを目指せという熱心な誘いに乗り卒業まで1年を残して1935年立教大学へ進学。1936年のベルリンオリンピックでは400メートル自由型でジャックメディカに次ぐ銀メダル、1500メートル自由型でも寺田登、メディカに次いで銅メダルを獲得した。戦後は生活が苦しく一時はメダルも視野に預けたこともある。 1950年に新潟日報に入社したが職場でもいじめを受け、下戸であったため左遷され部長止まりマリだった。定年退職後は千葉市で農業を行っていると2000年に報じられた。存命であれば2018年の誕生日で万百歳となり、確実な記録の残る日本のオリンピックメダリストでは初となるが、2001年以降生没に関しては報じられていない。 ニューヨーク在住のスポーツライター、大川綾子が2019年4月にツイッター上で情報提供を求めるツイートをしたが、有益な情報は集まっていない。東京帰北会会法第31号令和元年11月16日発行には、その後、うとうさんはご存命とわかり、さらに、息子さんと連絡が取れ、オリンピックのメダルは、うとうさんの手元にあるということです。 記載がある。ありがとうございます。